ニコライアル・ロムニエーは、ルーマニアの王族。母マリアと後のフェルディナンド一世と、マリア妃の次男として、シナヤのペルシュ城で誕生した。兄は、カロル二世である。ウバのエリザベス・モード・グリフィスの手で養育された。イギリス王室やイギリスのいとこたちと交流が深かった。1927年に、フェルディナンド一世が崩御すると、即位するべきカロル二世が、 王位継承を放棄して国外逃亡したため5歳の老位ミハイが即位した。ニコライはイギリス海軍でのキャリアを投げ打ってミハイの接触会議に参加するために帰国した。非公式に第一接触とされていたがニコライは政治に関心がなかった。彼は父の政治を継承しようとし国民自由党と協力した。ニコライは兄カロールが帰国し1930年に カロル二世として即位したとき、はじめは喜んでいた。彼は1926年の立法を撤廃した国会決議を支持し、帰国した兄と共にバネアサ飛工場からコトロセに宮殿まで同行した。しかし、ニコライとカロル二世の兄弟仲が良好であったのは短期間であった。ニコライは離婚経験のある平民女性。 ヨアナ・ドゥミトレスク・ドレッティとの結婚を望んでいたが、それを王が許可するのに気分を害するに違いないと、分かっていた。カロル二世は、王の同意を得ずに結婚するようにコライに提案した。カロルは、既成事実を作れば、周囲も結婚を認めるだろうとほのめかした。しかしカロルは1937年、1931年に、ニコライとヨアナが、既成結婚していたことを暴露し、 直ちに彼の特権と称号を奪い、かつ、ルーマニアからニコライ夫妻を追放する方便として、王の許可を得ない結婚を利用した。ニコライはスペインへ向けて立ち、最終的にスイスへ定住した。亡命後、彼は、ニコライブラナと名乗った。1933年以降3回、ルマン24時間レースに参加した。1963年にヨアナと死別後、 1967年にブラジル人のテレサ・リシュボアと再婚した。二度の結婚で子供はいなかった。1978年マドリードで死去した。ありがとうございます。